新部門の編について考えるとき、歴史とは何か、という問いに行き当たる。歴史とは何なのかね。辞書的には過去の変遷や記録などを指す。ほうほう。しかしその記録の正しさは一体誰が担保するのか。君は歴史を何で知るかね。教科書とかかな。果たして教科書の内容は絶対正しいと言えるかね。教科書の言うことは絶対。鎌倉幕府の成立年代は、いい国作ろう、鎌倉幕府。だから1192年かな。現在は1185年となっている。え、そうなの。1180年という説も有力だな。いずれにせよ、2021年現在、1192年を採用している教科書はない。世界史の教科書には、かつて皇帝教皇主義という言葉があったが、現在その言葉は教科書には載っていない。今ある言葉や常識も、数十年経てば大きく変わっている可能性がある。何が言いたいのかね。現部門の編に話を戻そう。我々が過去の出来事を知ることができるのはなぜだろう。記録が残っているからじゃないの？誰がその記録を残したんだい？え、あれ、誰だろう？中華の歴史は24史と呼ばれる24冊の歴史書に記載されている。そして24冊のうち、東大に編纂された歴史書が8冊、唐の歴史について書かれた歴史書が2冊ある。3分の1が唐の時代に編纂されたんだ。そしてその8冊は、唐の大宗の時代に編纂されているんだよ。え、そうなの？中華の歴史の3分の1は大宗が作った。そう言っても言い過ぎではないレベルだ。なお、唐について書かれた歴史書の2冊は、唐が滅んでから編纂されている。後晋の時代に苦闘序が、北宋の時代に新闘序が、それぞれ編纂されているんだ。どうして2冊あるんだい？苦闘序には資料の不足などによる不備や欠落があったためだとされているな。なお、司馬光が中華の歴史をまとめた史実巻は苦闘序を参考にして書かれている。さて、その苦闘序だが、余計僧の書いた実録という書物を参考に書かれている。そやつは何者かね。大僧に仕えた人物だ。敬僧、自ら国史を承知するに、記事は阿曲す。苦闘序にはそのように書かれている。どういう意味だい？権力におもねり、平気で嘘を書いたということさ。この人物は平気で賄賂をもらい、賄賂をくれた人間を褒めたたえ、恨みに思った人間をめちゃくちゃ書いたようだ。やっていることが悪度すぎる。現代だってよく起こっていることだがね。苦闘序はそのことを糾弾しているが、それでも虚敬僧の書いた実録を参考にせねばならなかったようだ。参考資料がなかったんだね。唐に関する資料の多くは、この先に起こる安史の乱の時にほとんどが失われてしまったようだからな。なので唐の歴史、特に唐建国前後の記録は、非常に信憑性が薄いと言われている。そしてその原因は、他ならぬ唐の大僧こと、李世民にあると言えるのだ。今回は李世民が起こしたクーデター事件、現部門の変、について詳しく見ていこう。見ていこう。煬帝の暴政により分裂した中華は、唐を建国した李淵によって再び一つになろうとしていた。詳しくは、隋の滅亡、を見てね。李淵には40人を超す子供がいたという。随分多いね。しかし正妻である唐皇后との間に生まれた子供は4人、そのうち男の子は3人であった。唐皇后の父である唐輝は郷土系の将軍で、母は北周の実質的な建国者である文体の娘であった。文体も郷土系だよね。李淵の母も郷土系の有力者である独孤信の娘だ。多分李淵も郷土系なのだろうが、漢民族の末裔を自称しており、もしくは鮮卑族の末裔だと言われている。いろいろややこしいな。北周の前身となった魏の皇族は鮮卑族で、中華の住民の大多数が漢民族だったので、そのような形になったのだろうと思う。いずれにせよ李淵と正妻である唐皇后の間にできた3人の男の子は、北周の皇族の血を引いていた。改めて、郷土系の血が濃かったんだな。
武先鎮軍閥の有力者は、皆郷土系だと考えるのが自然だと思うがな。それはさておき、李淵の後継者は、皇太子である長男の李建成だと決まっていた。決まっているなら問題なかろう。先に結論を言えば、李建成は殺されるんだよ。誰にだい？弟の李世民にだよ。党の大層が歴史編纂に熱心だったのは、兄殺しを正当化するためだったと言える。なかったことにしたのかい？さすがの絶対権力者も、それはできなかった。だが、殺害の意味を変えることはできる。どういうことだい？同じ人を殺す、という行為でも、故意に殺したのと過失で殺したのではその意味が大きく変わってくる。仮に故意だとしても、その理由によってはその行為の意味が大きく変わってしまう。何を言っているんだい？党の大層こと李世民が捏造したのは、兄を殺した、という行為と結果ではなく、そのための理由の方だったんだよ。なんとなく分かってきた。皇太子である李建成は、決して愚鈍な人物ではなかったように思う。しかし残念ながら、李建成は歴史書において、愚鈍で残忍な人物として描かれてしまった。どうして李建成が愚鈍でも残虐でもなかったと言えるんだい？残虐さを表すエピソードがないのさ。この天使実眼では、李建成の性格をすこぶる人口、と書いている。むむむ。まずは歴史書に書かれた李建成について見てみよう。李建成は弟である李世民の活躍が目覚ましいのを見て、太子の位が奪われることを恐れた。そこで議長に計り事を考えさせ、高級勢力と結びついたという。高級勢力とな。李建成は父の妃たちと関係を持ったということだ。そんなことがあり得るのだろうか。李建成は、長少女や徳吉ら、高級の騎士を通じて、弟である李世民の残言を、父である李淵に吹き込ませた。悪い奴だな。やがて突厥が攻めてきたので、李世民のさらに下の弟である李元吉を推薦し、兵力を持たせ、李元吉と共に父である李淵を襲おうとした。それを事前に察知した李世民が、父を守るために兄と弟を玄武門に置いて殺害したという話だ。李世民はお父さんを守ったんだ。歴史書はそう記す。さて、果たしてこの記述のどこまでが本当なのだろうか。全部本当に決まっている。李建成はお父さんを殺そうとした悪い奴だ。李建成はなぜ父親を殺そうとしたのだろう。それは、李建成を廃太子にして、弟の李世民に皇帝を譲ろうとしたとか？歴史書はその線で言ったみたいだな。李淵がしきりに李世民を次の皇帝に従ったような書き方をしている。やっぱりだ。でも李建成は廃太子にはなっていない。またその様子も見られない。え、そうなの？確かに李淵は李世民を特別扱いはした。勲功著しい李世民に対し、天作上昇、という地位を特別に作って与えている。これはあらゆる役職より上であるが、皇太子よりは下の位だ。李淵はまた李世民のために特別に宮殿を造営しているが、李世民を皇太子にしようという動きは見られない。じゃあなんで？李建成のことは一度脇に置いて、李世民の記述について見てみると、明らかに誇張された部分が見受けられる。例えば李淵が挙兵する際、挙兵を渋る李淵を、李世民が鼓舞して挙兵させたと、正史には書かれている。しかし恩大河という人物が書いた大唐僧侶起居中には、そのような記述は一切ない。信用度はどちらが高いのかね。大唐僧侶起居中だろうな。恩大河は、李淵の大将軍府起室三軍だった人物で、礼部尚書などを務めた人物だ。記事は曲す、と書かれた人物とは違う。どうして苦闘所はそっちを採用したんだろう。理由はわからないが、一時的に逸失していたのかもな。なので、挙兵時のエピソードは、後から付け加えられたと考えるのが妥当だと思う。正史には、李淵が何度も李世民を皇太子にしようとした描写があるが、それも真実かは疑わしいと思う。じゃあ全部嘘なのか。この問題の厄介なところは、どこまでが本当で、どこまでが嘘なのかわからないという点にある。ある意味最も厄介な点は、
李世民が飛び抜けて優秀だったというところだ。李世民の功績は、実際飛び抜けていた。唐玄徳という武州という最強の敵を撃破したのは李世民であったし、その他多くの勢力を打倒したのも李世民だ。父である李淵の胸中は複雑であったように思う。大唐僧侶起居中によれば、李淵は最下討伐の際には、わざわざ李建成と李世民の二人を討伐に向かわせている。これ以上二人の軍港が開かないようにってことかい？そう考えるのが自然であろう。だからなのか、正史では李世民が単独で討伐したことになっており、李建成の活躍は削除されている。李建成に活躍されると困るからか。そう考えるのが自然だろうな。天策上昇の地位と宮殿を与えたことは、まるで李世民を次期皇太子として李淵が考えていたように記述されるが、実際は逆だったのではないだろうか。逆とはどういうことだい？わざわざ特別な地位まで作ったということは、李世民に対し、皇太子にするつもりはないということを明確にしたのではないかと思う。そしてそれを悟った李世民は、兄と弟を殺すという暴挙に出たのではないだろうか。兄がいる限り、李世民がどれだけ優秀でも、皇帝にはなれないからか。李世民が皇帝になる方法は一つ。兄である李建成を殺すしかなかった。玄武門の変は、恐ろしく綿密に計画された殺人事件だ。兄を殺害するのに、玄武門以上に適した場所はなかったであろう。どういうことだい？玄武門は宮殿の北門にあたり、警備は厳重で、武装した兵は一切入れない場所だった。入るのには許可証が必要で、一般の人は入れないようになっていたんだ。そんな場所で犯行が行われたのか。実は李建成は日頃からガチガチに警備を固めていた。この日も玄武門の外には、2000名もの兵士を待機させていたほどだ。どうしてそんなに？推測だが、李建成は、弟の李世民に殺される可能性を考えていたのではないだろうか。玄武門の変が起こる少し前、李世民は李淵に対し、兄と弟が自分を殺そうとしていると訴えている。そしてそれを聞いた李淵は、李建成と李元吉を呼び寄せたわけだ。そして玄武門にて殺害されたというわけか。皇帝の呼び出しであれば、断るわけにはいかないからな。それ以前から兄弟の対立はあった。正史によれば、李建成は李世民を恐れ、暴言令と徒女会という重臣を、残言によって李世民から引き離したという。そやつらはすごいのかい？それぞれ長い中華史でもトップクラスの宰相となる人物だ。優秀な人間の多い李世民陣営でも、特に優秀な二人だよ。李世民の配下は優秀な人材が多いな。党の建国者である李淵には有法に通じるところがあるが、李世民には早々に通じるところがあるような気がする。人材コレクターぶりもさることながら、時に迷いなく冷酷な判断を下せる点も両者に共通している特性だろう。詳しくは、早々、を見てね。暴言令と徒女会を李世民から引き離したのは、兄である李建成ではなく、父である李淵だった。正史ではこれを、李建成の残言であるとしているが、李淵が李世民の行動を抑制しようとした結果とも思える。李淵は息子の野望に気づいていたというのかい？気づいていない方がおかしいだろうな。すでに李淵も60を超え、自分が死んだ後のことを考えていた。実力で言えば李世民なのは明白だったが、中華帝国ではそれは許されない。李淵一族が漢民族の末裔を称したことから、唐は明白に漢民族による中華帝国になったのだ。中華帝国では長子相続が基本か。中華帝国と儒教は不可分と言えるからな。年功序列は儒教の基本だ。でも、長子が相続しなかった例もあったよね。煬帝がまさにそうだったな。そして大失敗したと言える。詳しくは、煬帝を見てね。自分の死後、兄弟が争うのは目に見えていた。だからこそ弟である李世民の勢力を削ぎ落としていくしかなかったのだろう。だから暴言令と徒女会を李世民から引き離したと。そう思うね。だが歴史は勝者が作る。李建成が残言して、その結果父である李淵がそのようなことを行ったというのは、
後の時代に歪曲された歴史であるように思う。でもそれってあなたの意見ですよね。その通りだ。それよりも少し前、利権制は父利縁に対し、利生民を訴えている。どのような理由でだい？利生民の残言が過ぎるということらしい。この訴えは利権制と利元吉、そして高級の面々からの共同訴訟だったようだ。利権制と利元吉が高級に通じていたとは、正史に書かれていることだが、それが事実無根であることを皇帝に主張したのだろう。その残言を行っていたのが利生民であると？少なくとも利権制はそう考えていたのだろうな。利縁は利生民への処罰をしようとした。しようとした、ということは、結局しなかったということかい。陳淑達という人物が、利生民の功績を挙げ、処罰してはならないと還元したので、利縁は利生民への処罰をやめたようだよ。暴言レイトと樹海を利生民から引き離したのは、その処罰の代わりだったのではなかったかと思う。こうやって見ると、利権制が警戒していた理由もわかるね。利権制と利生民の最大の差は、その冷酷な決断力にあったと言えるだろうな。利生民は知っていた。兄が皇帝になれば、自分の命すら危ういと。だから兄が皇帝になる前に殺害したと。だが利権制は隙を見せなかった。利権制の守りは完璧だったと言える。だが利権制は甘かった。甘かったか。利生民にも優秀な臣下がいたが、利権制にも優秀なブレインがいた。その者の名は議長という。前回の動画にも出てきたね。議長は利権制に対し、利生民の殺害を進言した。随分大胆だな。利権制が死なない方法は、それしかなかっただろうな。しかし利権制は家族を殺せるような人間ではなかった。利権制は議長の進言を却下している。残虐さのかけらもないじゃないか。でも歴史書には残虐だったと書かれ、現代でもそれが定着してしまっているんだぜ。歴史って恐ろしいんだな。勝たなければならないのさ。歴史とは、勝者のみが作れるものなんだよ。利権制は負けたんだ。だから彼に歴史は作れなかった。まさに死人に口なし。それでも利権制は、最大限の警戒をしていた。先ほども言った通り、玄武門の外には2000名の兵士が配置され、玄武門の警備責任者も、利権制の直属の部下だった。え、それなのに殺されたのかい ?626 年7月2日、玄武門の変が起きた日付だと言われている。これだけの重大事件であるにもかかわらず、玄武門の変の内容は詳しく記載されていない。それって、意図的だと考えるのが自然だろう。古来より、どうして利権制と利元吉が殺されてしまったのかについては議論が尽きない。近年有力な説は、玄武門の警備責任者であった長城家が、利生民に買収されたという説だ。そんなことがあり得るのか。長城家は、大宗の時代に大変出世し、中老城にまで出世している。それは偉い地位なのかい。皇帝直属のエリート的な役職といえ、三国志で言えば、諸葛亮、関羽、張飛、曹操などが経験している。つまり出世コースってことか。本来おかしいんだよ。長城家は警備の任を果たせなかったわけで、死罪になってもおかしくはない。皇太子を守れなかったわけだもんねー。なのに出世しているんだぜ。おかしいねー。長城家という人物は、偶然発見された。どういうことかね。この人物の名は、正史にはほとんど出てこない。出てきた時も、玄武門の変とは全く関係のない箇所で、馬周という人物が、若い頃に居候させてもらっていた人物として出てくるだけだ。そしてそこに出てくる長城家は、中老城の地位にいた人物として出てくる。それがどうして玄武門の変と結びついたんだい？話は20世紀初頭に飛ぶ。フランス人の学者であるポール・ペリオは、敦煌の遺跡を発掘していた。敦煌とな。当時西域と呼ばれていた地域で、最も発展していた都市の名前さ。ペリオの発見した出土品の中に、長城家に関する文書があり、彼が玄武門の変の時の警備責任者であることがわかったんだ。あれ、正史にはその記載はなかったのかい？
正史とペリオ文書の記述を総合するとこうなる。利権制の部下であった長城家は、玄武門の変の時の責任者で、皇太子は死んだのに、その後少なくとも中郎城までは昇進した。そして彼が玄武門の変の時の責任者であったことは、正史である九等女にも新等女にも一切記載がない。意図的に記載しなかったと見るのが自然であろう。これは、これらの事実をもとに、鎮院閣という当研究の権威は、長城家が買収されたという説を導き出した。ちなみにこの人物は、オックスフォード大学の教授を務めた人物でもある。世界トップの大学の教授か。残念ながらこの人物は文化大革命において迫害を受け、その研究成果の多くが失われてしまったけどな。ひどいことするな。玄武門の変の後、李世民は李建成と李元吉の子供を皆殺しにした。血を分けた甥っ子だろうに。この冷酷さが李世民最大の武器だろうな。皇帝である李淵は、それをただ見ていることしかできなかったようだ。李世民の力は、すでに皇帝をも超えていたか。誰もが李世民を恐れ、ひれ伏した中で、ただ一人李世民に公然と噛みついた男がいた。李建成の腹心であった議長である。噛みついたのかい？議長は李世民に向かってこう言った。皇太子が私の言うことを聞いていれば、今日の災いなど決してなかった。李世民を殺そうとしたことを堂々と。議長は死ぬつもりだったんだろうな。だがそんな議長を、李世民は気に入った。李世民は確かに悪辣な性格をしているが、中華史でも指折りの器を持った君主だった。古代共和制ローマのコンスルには、常にメメントモリ、すなわち死を思えと繰り返し言い聞かせるものがついていたというが、李世民こと党の大層もまた、自分を厳しく批判してくれる人材の重要性を理解していた。こりゃ器が違うわ。歴代中華帝国の中で、最も長く続いたのは党だ。そしてその党の基礎を作り上げたのが、他ならぬ党の大層であり、議長をはじめとした優秀な臣下たちであった。玄武門の変の真相はわからないが、そのことは事実だと言ってよいだろう。複雑な気持ちになるな。玄武門の変から数年後、李淵こと党の控訴は崩御し、李世民は皇帝に即位した。そして中華史上の最盛期とも言われる貞観の治が始まるのである。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。